こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこのソレイテアンパンマンのチキチキ大変身シリーズよりアンパンマン号とモグリンです。それでは見ていきましょう。ということでまずこっちのねアンパンマン号から見ていきたいと思います。でね、これがねどういうシリーズなのかっていうと、この大変身の名のごとくね、このアンパンマン号から SL マンに簡単変身するんですよ。すごくないですか。対象年齢3歳以上ですよの変形玩具、しかもアンパンマンっていうね、でバンダイが出してますよっていうね、最高ですね。で、なんでチキチキなのかっていうと、しっかりと意味があって、この変形する時の音がこうねチキチキって鳴るらしいんですよね。すごいですよね、ほんとアンパンマン号と SL マンってことでね。で、裏を見ていくと、はい、遊び方の説明が載ってます。はい、こういうねこう変身スタートをさせ方、こう1,2,3,4っていうね、まあ、4ステップ5ステップくらいでこのね変形が完了するよっていう感じになってます。はい、で端っこにね、はい、モグリンとダダンダンもあるよっていう風に書かれてますね。ということで次こっちモグリンとダダンダン見ていきましょう。はい、モグリンとダダンダンは、はい、正面こういう感じになってて、裏、はい、こうですね、まあ、こっちもね、うん、はい、しっかりとこう説明が書かれてて、これは、うん、6ですね、変形までが。はい、ということで早速開けていきたいと思います。中身を取り出すと、それぞれアンパンマン号とモグリンが入っています。説明書はなくて、この箱のところですね、で説明完了しているので、はい、こういう感じになってます。それでは早速アンパンマン号から見ていきましょう。アンパンマン号の見た目はこのような感じになっております。どうでしょうか。いや、もう完璧アンパンマン号ですよね。うん、で実はこのチキチキ大変身って結構前にも商品化してて、今回なんか新しく、まあ、リニューアルみたいな形で出たんですよ。でその前のやつのアンパンマンゴーのね顔ちょっとね、うん、なんか目近かったりしたんですけど、今回のめちゃくちゃ可愛い顔してますね、このアンパンマンゴー自体の顔が。うん、でこのアンパンマンもねめっちゃ可愛らしいですよね。うん、でこのなんかいつも着てる服とかマントとかは省略されてますね。うん、まあ、でもアンパンマンってわかる見た目ですよね。でこの本当アンパンマン号の造形として全くね不備がないですよね。うん、しっかりとこう後ろに煙突があったりとか、ここいつもなんかこう乗る場所なんか蓋が開いて、こうジャムおじさんとか、あとバタコさん顔投げるときにこう顔出す場所にしっかりとこうアンパンマンが乗ってるっていうね、この劇中再現もできてるんじゃないかなと思いますね。そしてコロ走行ができるんですよ。1,2,3,4ということで、はい、コロ走行もしっかりできますよっていうね、まあ、これ遊んでてめっちゃ楽しいですね。やっぱこの車系のやつはコロ走行必須ですからね。はい、コロ走行できますって感じですね。それでは次モグリン見ていきましょう。モグリンの、ね、見た目こういう感じになってます。どうでしょうか。うん、モグリンね、すごい見た目で分かりますよね。モグリンだなってなりますよね、これ。で若干ね、まあ、劇中のモグリンと比べるとやっぱこのねドリルの長さがちょっと短かったり、この溝ですねがちょっとね浅かったりとか思うんですけども、それはまあ安全基準的に3歳から遊べるんでね、こう安全にそれはしょうがないですね。でこの塗装ですねとかもまあしっかりされてたりとかで、口がねモグリンねちょっとたらこ唇なんですよ。でちょっとね真ん中にね線とか入ってたらまたね、うん、リアルになるんですけど、まあ、これはねこれで可愛いなと思いますね。でここ、うん、ちょっとここにね、うん、なんというかこのシワ寄せというか変形のシワ寄せというかね、このねあダダンダンの顔あんなみたいな感じはしますけどね、こう前から見る分には全然ね支障ないですよね。でここにねネジ穴がありますよって感じですね。うん、でこのモグリもしっかりコロがついてるのでコロ走行できますよっていう感じになってます。でバイキンマンのこの造形と塗装すごくないですか。もう完璧バイキンマンですよね。あバイキンマン乗ってんなみたいな、めっちゃ笑ってるし、うん、めちゃくちゃ可愛いですよねこれ。はい、ということでこのねアンパンマン号とモグリンっていうね、こう相対する2つのメカがねこう実際に手に取れるっていうのがもう本当
嬉しいですよね。しかも3歳以上ですからね、子供たちめっちゃ嬉しいんじゃないかなと思いますね。うん、ということで早速変形させていきましょう。まずはこっちのアンパンマン号から変形させていきます。でこの変形、まず最初このアンパンマンを後ろにグッと引くんですよ。するといきますよ。はい、わかりましたか。こここれすごくないですか。もう一回いきますよ。後ろに引くと、はい、このねアンパンマンを後ろに引くことによってここのね突起が出てきて、ここがパカッと外れるっていう仕組みになってるんですよ。これ何回もやっちゃいますよね。こんなこのアンパンマンのこのちょうどねこうなんだろうなレバーみたいな感じでめっちゃね引きやすいんですよ。ギュッてね、これめっちゃ楽しいですね。ほんとこのカチッてなる感覚とか。そして次聞いてください。このこれを後ろにパネルを後ろにね倒すんですけど、チキ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 ってなりますよね。もうほんとチキチキ大変身の名に恥じない音、この音めちゃくちゃいいんですよ。そしてもうここもロックされてるので、ここピッとね取り外して、またチキ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 、もうほんと手順の全てにねチキチキが隠されてるっていう、これ楽しいですよね。本当もう子供じゃなくても絶対楽しいと思いますねこの感じ、うん、でここ見てください。ここ煙突、これアンパンマンゴーの時は下がってるんですよ。でも変形させるとよってこのスプリングギミックでこう煙突が伸びるっていうね。そして SL マンのこの完璧なシルエットが出来上がるっていう、完璧すぎますよねちょっとこれ。でこれ元のチキチキ大変身のやつだと、これがもうここのサイドだけなんですよ。サイドだけこうピッてなって、多分こうくるってやるのかな。それでこうなんかまあ反対とかにこうして SL マン出来上がるみたいな感じだったんですけど、なので幅的にはこのぐらいだったんですよ。ほんとこのぐらいで終わってたんですけど、今回このね上の方もねこうパカってやって全部反転させることによって、このねでかいもう SL マンのねこの長さを生かしたっていうこの変形になってるのがまたねすごいんですよねこれ。でねここら辺アンパンマンとかジャムおじさん、バタコさん、チーズ、他にもカレーパンマン、食パンマン、クリームパンダちゃん、メロンパンダちゃんっていうね、もうみんな大好きオールスターがねこう乗ってるわけですよ。これはねシールで再現されていますね。うん、はいっていう感じですね。で SL のこの文字は塗装ですね。うん、でこことかタイヤとかも塗装になってます。でこの顔、 SL マンの顔はシールですね。あとはだいたい塗装になってます。うん、でしっかりとねこの SL マンの状態になっても、このコロがねこことここについてるので、コロ走行させることができるっていう、完璧ですよね。うん、いやでしっかりとねこのSL マンになった時もしっかりとこの赤をこうやって、あ SL マンだなって分かるようにしてるっていうね、こうちゃんと埋められててね、しっかりとしてるっていう、メイドインチャイナもういいですよねこれ、最高。はい、で SL マンねしっかりとこのね腕のところもついてるしね、はい、という感じ、ほんといいんですよ。そしてこれ戻すんですけど、戻す時ですね、この戻すじゃないですか。はい、いやめっちゃカチカチ言うし、このねロックカチッって言うんですよ。うわ最高。それでこのちゃんとねこのコロの部分がほんとこうちゃんと考えられてて、こっちに2つともつけるんじゃなくて、ちゃんと SL マンの方にこっちつけて、で後ろのねこっちコロなくてもこう後ろでもコロあるよっていう感じにしてる、めっちゃ考えられてますよねっていうのがね最高なんですよ。はい、はい、で変形も簡単ですよと、簡単だけどもチキチキとカチッがもうめっちゃ気持ちいいんですよね。はい、それでは次モグリンですね、変形させていきたいと思います。モグリンもね最初のアンパンマンのあの後ろにギュッてやるみたいなギミックがありまして、それがこのバイキンマンですね。バイキンマンの顔を押し込みます。するとちょっとこれで押すとまた出てくるっていう、
バイキンマンの顔を押すとこのドリルが引っ込んでこっちのお尻の方が出てくるんですよ。見てください。もう一回やります。押し込むと、はい、これこの移動もうめっちゃすごいです。でここは結構ね金属パーツとかもね使ってるので重みもあるんですよね。だからその重心移動みたいな、それがめっちゃ感じられてめっちゃいいんですよ。うわやばそしてここ後ろのこのパーツを開く、はい、カチ、まあ、チキチキですね。いやもうクリックがもう本当最高なんですよ。はい、チキチキと。いやでもこのクリックの種類もねまた違うくね、この2種類使ってるっていうのがいいですね。あ、3種類だ。最後ここですね。やばくないですかこれ。3種類のクリック使ってるんですよ。やばくないですか。全部音違いますよね。そして最後この手を出すと、はい、モグリンからダダンダンに変形するっていう。いや多分もうモグリンとダダンダンってバイキンメカの中でも2強ですよね。多分ダダンダンがもう多分、ね、人気ランキング1位とかで、モグリン2位とかもうほんとそんぐらいワンツーぐらいですよ、ね、うん、子供人気的に。でこのダダンダンの見た目がこういう感じになってます。で、まあ、このダダンダンのね見た目としてはちょっとねこう足がちょっとこうね、うん、ちょっと無理あるかなっていう感じがしたりとか、このね特徴的なこの4本の角はあるんですけどちょっと短いかなっていう感じもするんですよね。なんですけどやっぱ変形の、やっぱこう醍醐味変形ですから、変形のほんとねさせやすさとか気持ちよさとかで考えるとめちゃくちゃ楽しいですね、うん。でしっかりこのねネジ穴っていうか、このね劇中のこういうねところもしっかりと塗装で再現されてるっていうのがいいですよね、うん。ダダンダンね、めちゃくちゃいいですよね、うん。でこうなりますよと、うん、でバイキンマンここにいますよっていう感じになってますね。でドリルめっちゃ隠れてますね、しっかりとここに、うん。いやほんとすごいこれは。でまた変形戻すときはこうやって、でこの頭、いやこれすごいんですよ。いやすごすぎ本当にもう。はい、2つ目のクリックで最後3つ目のクリックで、ここねしっかりとピンがあるのでこのピンがね合わせます。こっちにもあります。そして最後、いやもう優勝です。モグリンとダダンダンもう優勝ですね。これすごすぎる。はい、もね、こういう感じになってます。はい、モグリンとダダンダン、そしてアンパンマン号はこういう感じになってます。ということで今回のアンパンマン号とモグリンのチキチキ大変身いかがだったでしょうか。いや本当にこのまず変形玩具としてのクオリティがねめちゃくちゃ高いなって思いますね。やっぱり変形玩具って変形ステップ少なくするほど、うん、やっぱりなんかいろいろと難しくなっていくというか、その設計的にも、うん、あとその変形の楽しさ的にも、うん、なんかやっぱり難易度高くなってくると思うんですけど、これはもう変形前変形後のその見た目の支障っていうのが少ないですね。特にこっちのアンパンマン号はっていうのプラス変形する時の楽しさがもう異常ですね。ほんとこれはねもう常にこう触ってないとね、もうちょっとほんと禁断症状出るぐらいもう中毒になるぐらいめっちゃ楽しいんですよ。特にこのバイキンマンのこれこれやばいんですよ。本当にやばいです。ほんと一回触ったのも多分手放せなくなりますよこれ。だからちょっと危ないですねこれは、うん。っていうのプラスね、うん、普通にこの子供が触るおもちゃとしての評価なんですけど、このまずこのねみんな絶対このアンパンマンとかバイキンマンとかのこのねもうもうシルエットっていうかもうこの目印もうシンボルじゃないですか、アンパンマンとバイキンマンって。だから絶対触ると思うんですよ真っ先に。でこの触るともうギミック発動っていうね、はい、こっちもアンパンマンもこういう
変形の一番最初にこのアンパンマン、バイキンマンっていうもうみんな大好きなもうこのシンボルを持ってくるっていうのがまずもうめちゃくちゃ考えられてんなって思いますね。うん、でこうそれぞれこうね、それで最初のこういうね、まあ偶然でもいいんですけど、こう普通になった時とかに、あ次多分こう開いたからこれ後ろにやるんじゃないかなっていう風になって、あってなったら SL マンが見えるから、じゃあこれもちょっとグッてやってみようみたいな、もう普通にそういう感覚で変形を完了させられてしまうっていうねところもね、うん、やっぱ子供って説明書とか見ないじゃないですか、うん、だからこう見てこう感覚で、うん、こここう動くのかなとか触ってるうちにこう、ね、変形完了できちゃったみたいなのがすごいこう子供が触る変形玩具として優れてると思うんですけど、まさにそれですね。触ってるうちにあ変形できちゃったみたいな、うん、っていう感じなので、変形難易度的にもめちゃくちゃ低いので、ほんとお子さんにもめちゃくちゃおすすめできる商品になっております。ということで、気になった方ぜひこの際に手に入れてみてはいかがでしょうか。